ガタノトア、ガタノソア、ガタノゾウアとも、は、ユゴッス星の生物が崇拝し、彼らと共に地球にやってきた神聖。原始ムー大陸で20万年前から確認されているとされる。ムー大陸の聖地クナーの中心部にそびえるヤディッス。豪山の頂に、ユゴッス寄りの者による、作りの巨大な要塞があり、その地下の穴蔵に身を横たえていた。クナーにはガタノトーアを崇拝する教団があり、毎年12名の若い戦士と12名の娘を生贄にしていた。生贄を捧げる儀式は、ヤディッス、豪山の麓に近い大理石造りの神殿の、燃え上がる祭壇において行われた。クナー及びムーのすべての土地がガタノトーアに恐怖したため、ガタノトーアの神官たちは絶大な権力を握り、その威勢は時の王をもしのいだ。しかし、赤い月の年、無名祭司書の著者フォン・ユンツとの推定では紀元前173148年にトヨグという主部、ニグラッスの神官がガタノトーアを打ち倒す試みをする。トヨグは、身を守る呪文を認めたプタゴン交わし、絶滅したヤキッスとカゲのナイヒの巻物を、ラグ金属製、ユゴッス星から来た先住者がもたらした、地球上に存在しない金属の彫刻入りの円筒容器に入れ、空の燃える火の夜明けに玄武岩の斜面を登ってヤディッス、豪山の頂を目指した。しかし、円筒容器の中身は、自分たちの権威が失墜することを恐れたガタノトーアの大神官、イマッシュ、モにより、何の効力も持たない別の巻物にすり替えられていた。トヨグが下山することはなく、それ以後ガタノトーアに挑もうという者は現れなかった。イマッシュ、モによって盗まれた巻物は、大神官によって代々受け継がれ、ムー大陸が沈んだ後も、それは密かに伝え続けられているという。ガタノトーアの姿を一目見た者は肌が石化してしまうが、脳だけは半永久的に生き続ける。またガタノトーアの姿を忠実に模した彫刻を見るだけでも体に変異が生じると言われる。その姿は定かではないが、とある手段でその姿を垣間見たキャバット考古学博物館館長リチャード・H・ジョンスン博士の手記によれば、巨大で、触腕があり、象のような長い鼻が備わり、ダコの目を持ち、半ば不定型で、可塑性があり、鱗とシワに覆われている、とされる。クトゥルーの三柱の息子の一柱で、一番上の息子とも言われる。ムー大陸の水没と共に海底に沈んだが、ガタノトーアの侵攻は環太平洋を中心に世界各地で見られ、後のアトランティス、エジプト、カルデア、ペルシア、中国、メキシコ、ペルーなどで確認されている。フォン・ユンツトによれば、伝説の地下世界群、ヤンでも崇拝されたとされ、ロイガー族の指導者とも言われる。また1878年5月11日にニュージーランドとチリの間の海域に浮上し、その後再び海中に没した島の、切り頭円錐の形状をした場所はヤディッス、豪山だと言われる。そこで発見されたミイラはボストンのキャバット考古学博物館に保管されている。